ノクト、起きろノクト、もうすぐだぞ。カイムに着くのか。いや、手前で最後の補給をする。腹減った。だな。着いたら起こしてくれ。いらっしゃいませ。どれにしよっかな。ノクトは？ノクト、あ、パパ、ハンバーガーと飲み物4つずつ、あんたのおすすめを頼む。バイトの持って焦った。ハンバーガーとね、飲み込んでから喋れ。ノクトのこと気づかれたかな。大丈夫だろう。あまり気を緩めないでくれ。騒ぎにでもなれば面倒な。ノクト、イグニス。ん？甘やかしすぎだ。それじゃ王子の変色は治りゃしねえぞ。忠告感謝する。どうせなら本人にもそう伝えてくれ。俺が言ってどうする。俺は毎日言っている。ったく甘いな。イグニス、グラディオ、喧嘩やめなよ。喧嘩じゃねえよ。はいはい、お静かに。お前が言うか。もうすぐ船乗るんだからさ、仲良くね。そもそも喧嘩なんざしてねえよ。あれ、そうならいいけど。明日には皆無に着く。順調に行けば。ああ、帝国軍と遭遇する可能性は高い。今やルシスは。うわっ、グロンプト、何やってんだ。ひどいな、何が吹くものを。あ、ごめん。定時ニュース。ミフハイム帝国の管理下に置かれているルシス王国ですが、王族の死亡により無政府状態になっていた王都に暫定統治機構が設立されることが決まりました。暫定統治機構に所属する人員は現在帝国政府を中心に検討されていますが、政府関係者以外からも。あれ、出るぞ。鉄くずのくせに鼻が利くぜ。こっち来るかな。ひとまず身を隠せる場所を探す。ルシスとニフルハイムは長いこと戦争を続けてた。そしてルシスが負けた。ニュースでは王も王子もみんな死んだといい、帝国軍は今王都を占領してる。でも俺は生きてる。生きてルーナに会いに行く。生き延びて親父に言いたいこともある。ご飯できたって。豆のスープよりはマシだけど。言えてる。食べなくても構わないが。うまい。いただきます。お、いつまでこうやってのんびり飯食ってられんだろうな。いずれはルシス奪還に向け動かねばならなくなる。ずっとみんな一緒ってわけにはいかないか。やめろよ。どれくらい取ったんだ。結構取ったよ。いい記録になるだろうな。そうだね。最初はノクトとルナフレーナ様の結婚式までの気ままな旅のつもりだったけど、ルシスがこんなことになっちゃって。正直ここまで一緒に来られるとは思わなかった。あ、ほら俺だけただの一般人だし、足手まといっぽいじゃん。そうだな。うわ、はっきり。まあ一人じゃ無理だったわ。あ、三人ともここまでついてきてくれて、その
どうもな。なんだよ今さら。王子に付き従うのは当然だ。そうかよ。コーヒーいるか。うん。お、俺も俺も。朝早いんだからやめとけよ。イグニスのコーヒーで締めでしょう。飲んだら寝ろよ。眠くないし。お、じゃあゲームしよう。その前に明日の準備だ。ルナフレーナ様お元気かな。ねえノクト。そう。そうって連絡取れてんだよね。取れてるから海の向こうへ行くんだろうさ。お元気かどうか一番気にしているのは王子だ。メール。照れてる。うっせえな。送っても治らなかったな。簡単には突破できそうにないな。くそ、めんどくせえところに。かなり警戒してやがるな。ここ抜けるしかないよね。やるか。やるか。当たって砕けよ。砕けるのは困るが、その方針は支持しよう。ノクト、最初から全力だ。衝撃で半数を潰す。陽動を頼むがいいか。了解。昔ノクトを殺そうとしたやつだ。